地下鉄、シェーンラインシュトラー聖域構内新県通り沿いの北東出口シェーンラインシュトラー聖駅はベルリン地下鉄8号線の駅。コットブッサーダム通り沿いの地下、新県通りとシェーンライン通りの間にあり、クロイツベルク地区とノイケルン地区の境界に位置する。1951年から1992年まではコットブッサーダム駅という名称であった。 駅の名前にもなっている通りの名前は、結核の研究者で、フリードリヒビルヘルム4世の G であった、ヨハン・ルーカス・シェーンラインに由来する。設計、建設段階の仮称はボエック・シュトラーセであったが、1927年7月17日の開業直前に解消された。ベルリンの地下鉄の多くの駅がそうであるように設計は、アルフレート・グレナンダーによる、 開通から1928年までは、当時の地下鉄 D 線の北側の終点駅であった。ユルゲン・マイヤー、クロン・サラ、バーリンズ・ユー・ボンホーフ、B ・ブラ、ベルリン1995、i s b n 三から九十三万八百六十三から07から3、s 四十七、アクセル・モルサット、アレクサンドル・シー・フィルト、ベルリーナ・ユー・バーン・リニアン、 U8 フォンガスンブラメンナーハノイクルンロバート・シュワンドル・バーラグベルリン2015 ISBN 978から3から93万6573から40から4 S140F アルフレート・グレナンダー設計によるベルリンの地下鉄駅ホルガー・プルーフォートディニュレンクロニックデアベルリーナユーバーンありがとうございます